歌劇場ウィーン国立歌劇場ロイヤルオペラハウスベルリンドイツオペラビワコホール歌劇場はオペラおよびバレエの上演を目的とする劇場オペラハウスとも呼ぶ歌劇場のホール内には舞台に加えて客席と舞台の間に低くした部分を設けてここにオーケストラと指揮者を置くピットの深さは歌劇場によっていくらか違いがある 舞台は円滑な場面転換のために3面4面舞台を有する。歌劇場ではない通常の劇場やコンサートホールの中にも舞台または客席の一部の床を低くしてオーケストラピットを設けてオペラに使用することが可能なように作られているものもある。歌劇場はピット内でのオーケストラの多人数での楽器演奏と 舞台上での読書及び合唱による歌唱の演出に適合するように音響特性の大変複雑な考慮が必要とされる建築物である。歴史の浅い新しい歌劇場よりも伝統ある世界的に著名な歌劇場の方がかえって19世紀建設の古い建物の構造等のために音響が十分でない事例がしばしばある。日本語で言う歌劇場は 単にオペラバレエが上演可能な建物のことだけを指すのではなく、独力で継続的にオペラバレエをオーケストラ付きで上演し、それらを運営することのできる組織を持っているものを合わせて指すのが通常である。世界の多くの歌劇場には音楽監督内し常任の指揮者、専属のオーケストラや合唱団が設置されている。例えばベルリン国立歌劇場のオーケストラは、 シュターツカペレベルリンと呼ばれる。ウィーン国立歌劇場の専属オーケストラである、ウィーン国立歌劇場管弦楽団は、このオーケストラの団員がコンサート活動を行う組織が、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団である。しかし、講義の意味で、単にオペラ団体を指す場合もある。歌劇場とあった場合、建物、 オペラ団体のいずれを指しているのか注意が必要である。なお、ヨーロッパでは大都市だけでなく、人口十数万程度の小都市でもオペラ団体を備えた歌劇場が存在すると一般に言われることがあるが、これはオペラハウスが充実しているドイツにはほぼ当てはまり、イタリアがこれに準じる。ただ、ドイツとイタリアでも人口の少ない地方では、 建物だけで常設演奏団体は備えていないケースもある。ドイツ・イタリア以外の国では、歌劇場は代表的な大都市に限られるところが多く、アムステルダムのように国内最大都市でありながら常設オペラ団体を持たないところもある。ありがとうございます。